き止めるな夜の雨。昭和34年は日本が岩戸景気で不況を抜け出し、高度成長期に差し掛かろうとした時代でした。4月には当時の皇太子のご成婚で日本中が沸きに沸くのです。時を季節は変わろうとないよ、平野俺も生きたや生きちのように義理と人情のこの